お元気ですか、ポクジミです。今回は2023 NPB プロ野球カード開封動画でございます。こちら現役432名に加え OB も収録しております。こちらですね、実はなんと1パックカードがなんと12枚入っております。で、1ボックス24パック入りなので、3パ20ということでね、8パックですね、前編中編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。で、残りのね、方はですね、中編後編に分けてやっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。中日の清水選手ですね。広島の玉村投手でございます。ジャイアンツですね、鍵尾まさや外野手でございます。で、阪神の岩忠投手でございます。で、横浜のエスコバー投手でございます。で、ヤクルトの高井投手でございます。で、ロッテの三増投手でございます。で、日本ハムの、上川端内野手でございます。で、西武の隅田投手でございます。で、楽天の茂木内野手でございます。で、オリックスの本田投手でございます。で、ソフトバンクの生見外野手でございます。2パック目開けていきたいと思います。中日のこれ浜内野手でございます。で、広島のこれは川野投手でございます。で、阪神これ OB ですね、富谷内野手でございます。で、これ横浜の外内野手でございます。で、ヤクルトの小川投手でございます。で、ヤクルトのね、小川投手でございます。で、ロッテのこれ佐藤捕手でございます。で、中日のこれ金村投手でございます。で、阪神のこれ小川投手で、で、これはキラでございます。で、西武の児玉内野手でございます。で、楽天の西川外野手、元日ハムでございます。で、オリックスの太田内野手、ソフトバンクの栗原選手でございます。はい、3袋目でございます。はい、失礼いたしました。で、中日の大島外野手でございます。広島の斉藤投手でございます。で、巨人のこれは松原、外野手でございます。で、これ OB ですね、横浜の内川内野手でございます。ヤクルトのこれ高梨投手でございます。これ元日ハムでございます。ロッテの、金田内野手でございます。で、日ハムの野村内野手でございます。で、中日の高橋周平内野手のこちらね、キラでございます。埼玉西武ライオンズの佐々木健投手でございます。で、楽天の辰巳外野手でございまして、オリックスの比嘉投手でございます。
でソフトバンクの大関投手でございます。4袋目でございます。中日のこれ大野投手でございます。広島の中村外野手でございます。で阪神のこれいつも外野手でございます。巨人の原監督でございます。横浜の佐野外野手でございます。ヤクルトの村上内野手でございます。千葉ロッテの井上内野手でございます。日本ハムの石井内野手でございます。西武の増田投手でございます。楽天の酒井投手でございます。オリックスの斉藤投手でございます。ソフトバンクの藤本監督でございます。5袋目でございます。中日の木下捕手でございます。広島の野間外野手でございます。巨人の中山内野手でございます。横浜の田中投手でございます。ヤクルトの宮本内野手でございます。で千葉ロッテの藤原外野手でございます。で日本ハムの、これ安西投手でございます。で阪神の大竹、選手のですねこちらで光ってますけどね、こちらなんとですねちょっと驚きです。1分の1でございます。これナンバーワンカードでございます。あとの方はですねこれはね CR カードはついており、 CR ごめんなさい CR ナンバーはねついておりません。では続けていきたいと思います。西武の水上投手でございます。楽天の滝中投手でございます。オリックスの西野内野手でございます。ソフトバンクのホーキンス外野手でございます。6袋目でございます。これは中日の石川内野手でございます。広島の菊池内野手でございます。巨人の重信外野手でございます。阪神のこれ山本内野手でございます。横浜の宮崎内野手でございます。ヤクルトの大西投手でございます。千葉ロッテの吉井監督でございます。日本ハムの伊藤投手でございます。で西武の野田捕手でございます。楽天の小深田内野手でございます。オリックスの平野投手でございます。でソフトバンクの吉田捕手でございます。はい、7袋目でございます。7袋目でございます。噛んでしまってすいません。中日の岡林外野手でございます。広島の森下投手でございます。巨人の小林捕手でございます。阪神の梶谷投手でございます。で横浜の関根外野手でございます。ヤクルトの 石山投手でございます。で千葉ロッテの高部外野手でございます。で、これは
横浜の入江投手の、ね、キラでございます。で西武の森脇投手でございます。で楽天の早川投手でございます。でオリックスのチー岡田外野手でございまして、ソフトバンクの松本投手でございます。で前編ラストの8パック開けていきたいと思います。中日の福永内野手でございます。広島のこれマクブルーム内野手でございます。これは巨人の高梨投手でございます。阪神の門別投手でございます。横浜の橋本投手でございます。ロッテのこれは小沼投手でございます。で日ハムのこれ今川外野手でございます。で巨人のこちら菅野投手のキラーでございます。で西武のウーデンティン内野手でございます。で楽天の田中将大投手でございまして、オリックスの山崎投手でございます。で最後にソフトバンクのジョー・ガンゲル投手でございます。はい、以上で2023 NPB プロ野球カード開封動画前編の8パック終わりたいと思います。やっぱりねこちらでございますね。そちら、もう一回見せます。阪神の大竹耕太郎投手ですね。こちらナンバーワンカードですか、あ、ワンオンワンカードですね。出ました。阪神から、ごめんなさい、ソフトバンクからね、現役ドラフトで、加入した選手でございます。で、また中編と後編もね、分けてやっていきますので、よろしかったら、見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。